いや、美味しくて完食しちゃいました。まあ、美味しくてビール2本飲んじゃいました。そう、関係ないです。それはいつもじゃないですか。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。7月1日土曜日朝10時からプレミア配信、フランチャイズチャンネルから重大発表があります。4月1日とかポイントですね。よろしくお願いします。ではいただきます。おいしい。FC 今2店舗あるんですけど、どっちもファンの方やられてるんで、そんな事業として跳ねてるわけではないです、正直。なるほどね。だから本気で事業としてこれを、まあ、機にやる方が現れたら、直営に勝るとも劣らないフランチャイズ店ができると確信。あとはやっぱ油そばはね、本当にストックビジネスばりにファンがつくんで、一回その地域に根付いたってなったら、ほぼストックビジネスですよね。そうですね、毎年毎年増えてるんで。ファンがずっとこう途絶えないので、自分も何回も行ってますけど、何回ももう昼間はもう学生さんばっかりです。昼間も行列で、夜は飲んだ帰りとかで行列っていう感じですね。鹿児島じゃまあ知らない人いないですよね。そうですね、みんな知ってると思います。はい、何回も鹿児島のこうテレビで取り上げられてますから、そうなんですよ。そんな鹿児島大人気店がいよいよ全国にっていうので、フランチャイズチャンネルさんのお力をお借りして広げたいという感じですよ、今日は。まあ僕のね、生まれ故郷だし、そう、そうです。鹿児島ポイント高いですよ。鹿児島ポイント、よろしくお願いします。実際ね、現地でも食べられてるからね、はい、いや本当に行列できてた。そうなんですよ、一番どこが繁盛店ですかね、鹿児島の中で。そうですね、林社長が食べに来られたその鹿児島中央駅前店が今一番調子はいいですね。あ、はい、そうです。天文館よりも。天文館よりですね。あ、そうです。はい、まあ鹿児島やっぱね、駅がね強いよね。天文館は狭いんでしたっけ。9席ですね。9席ね、はい。パチンコ屋さんの併設ですよね。そうです、はい。林社長が来られた中央駅も9席、ね、え、あれも9席しかないんだ。はい、それ並んじゃうね、月商的には370前後で、すごいね。ウーバーと出前館でプラス100。ウーバー儲かるんですか。手数料高くないですか。まあ、それも設定して値段は入れてるんで、全然採算取れるんですね。そうですね、はい、いや美味しくて完食しちゃいました。まあ、美味しくてビール2本飲んじゃいました。それはいつもじゃないですか。中毒性があるというか、リピートになる気持ちは分かりますね。フランチャイズとして、ね、いかに仕上げるかっていうのは佐々木さんにかかってると思いますよ。そうですね、まあ、熱心な、ね、令和の虎の、ね、視聴者にはバレてるかもしれないですけど、試食の時に美味しいって言わざるを得ない雰囲気あるじゃないですか、はい、だけどそれを完食してるかどうかで全て僕は分かるようにある。なるほど、それ言っちゃっていいですね、内緒の話だけど。もうこれはもう余裕で、ほんとね、美味しいです。これ大丈夫。美味しいだけではやっぱダメだからね、それは今までいくつも見てきたじゃないですか、美味しいけれども広がらないってものがあるので、オペレーションがね、本当フランチャイズ向きだと思うんですよ。本当に簡素ですし、で、まあ、油そばうさぎは東京には今のところないですけど、競合となる油そばのフランチャイズ展開してるお店は東京都内にあるんで、そう、ね、よく自分も行くんですよ。外国人の方がもうスタッフさんとしてオペレーションやってるんで、そういう方々でもできるっていうのは強いですね。それはそうだよね。だから某チェンが言ってるカロリーがラーメンの半分で塩分がどうの、はいはい、あれはそういうもんなんですか。本当なんですか。嘘だと思います。嘘だよね。嘘だよね。あれ嘘だよね。絶対そんなことないと思うんだよな。ただオペレーションの部分で言うと、スープを作らなくていいっていうのはものすごい楽ですよね、はい、全然楽です、はい、それは楽だし、健康っていうもんじゃないんで、どっちかっていうと刺激を求めるために食べるもんだと思うんだよね。だから僕はつまみとしては全然いけるんですよ、はい、ラーメンは食えないですけど、3、4本飲ませてあげれば全部なくなるんですよ。加盟説明会はこちらで、この日程でしますんで、ぜひご興味のある方は。どんな人に加盟してもらいたいですか。人がいるビジネスなんで、まあ人との関わり合いが好きな方とかですかね。一生懸命頑張ってくれる方だったらいいかなっていう感じです、ね、アルバイトの方でもありますもんね。いや全然丸々、これはだからオーナーさんが店長になる必要はないわけですよ ね、 ね、しっかりアルバイトを雇えば、まあ、オーナーがなったら損益分岐点が下がるってことですよね、樽水で100万、はい、ぐらいいってるっていうのは、逆にこれ樽水で500万いってますとかいうよりも加盟検討するには硬いと思うんだよね、はい、あんな人口が少ないところでも、まあ、100万いくっていう、これがまた300万いくって言ったら、まあ、なんか重なっていってるかもしれないじゃないですか。
加盟金とか含めても初期投資が1000から1200万なので、まあ普通の飲食やるよりはまあ軽めですよね。大体10坪ぐらいでできますし、そして投資回収が直営は1年半とかでできてるんですよ。おお、いいですね。だから飲食で効率よく事業をやろうっていう法人さんには結構おすすめですけどね。アルバイトの方で回せるし、外国人の方でもオペレーション回せますし、原価率は結構低いんですよ、はい、これは。そういうとなんか誤解する人いると思うんですけど、まあそこはすごくやりやすいポイントですよね。利益を出しやすいと思います。めちゃくちゃいい豚を入れなきゃいけないってことでもないわけだね、はい、オペレーションめちゃめちゃ簡単なんで、うちの店舗も、まあ、5店舗あって社員がまあ4人か5人ぐらいで、あとはまあバイトリーダーを育てて、やってる感じなんで、そこまで人の負担は少ないですね。女の子のスタッフの方が8割方いるんで、女子大生がバイトリーダーやったりとかして、マニュアルもしっかりしてるんで、まあ、働きやすいということで長い間働いてくれる人も多いですし、やり方はあると思うんですけど、それもしっかり教えていくって。油そばって男の食べ物のイメージは強いと思うんですけど、でどこ の, その都内の油そば屋さん行っても大概男ばっかりなんですよね、はい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 、男性ばっかりのお客様が。でもウサギって女性客多いんですよ。へー。クリーンネスもしっかりしてて、あとはその盛り付けで姫盛りっていう、ほうほう、女性専用 の, その量配分っていうのも独自で設けたりするんで、女性客が非常に多いっていう。これはかなり違う、他の油そばとの違いでお客さん呼び込みやすいんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、普通にラーメン屋さんやるよりは全然軽いんで、あの厨房機器も少ないですし、ガス代も大体半分ぐらいになるんで、スープ高めるんですね。 FC のラーメン屋といってもやっぱスープ作ったりとかしないといけないじゃないですか、まあ、お湯沸かしたり溶いたりとかしないといけないんで、そういう負担もないっていうのが一番大きいですよね。流行り廃りがあんまないよね。流行りっていうのはだから廃りがないんだよね、二十、何年前に言ったブブカだっての今でもずっと結構繁盛してやってますからね、鹿児島でね長年やられてるから、その鹿児島で学生時代食べた方が大人になって、で、なんか熊本とかに行ったら熊本もできてすごい嬉しかったみたいな、そうそう、たくさんあるんですよね、だなんで全国に広がらないのかちょっと謎だった業態なんですよ、まあまあ東京では流行ってるから、僕も東京で流行ってたんで12年前鹿児島で、そうでしょ、だから東京の方が流行ってるイメージなんですね。だ全国展開しやすいと思うんですね、今かあの油そば専門でフランチャイズ展開していて、トップランカーの店舗数が70数店舗なんで、100店舗になったらナンバーワンですね、はい、ぜひ説明会にお越しいただければっていう感じですね、よろしくお願いします、はい、何人来るかね。いやそうっすね、本当に来てほしいっすね、飲食が来にくいんだけど、それおかしいと思うんだよね、そろそろ、はい、あ、そうですよ、この前の日経 FC 賞、飲食すごい、今回飲食だらけだったじゃない、今回、飲食が一番こう元気があった、飲食重たいなって思ってる人には全然イメージは変わると思うんで、めちゃめちゃ軽くやってるんで、飲食がやっぱりこう人気がなくなったのはコロナとかも来たりして、なんか流行り廃りがこうありすぎるみたいなとこだと思うんだよね、それはないからね、もうコロナ禍でも2店舗出店してるんで、何十年も前から同じもの出してずっと店があるわけだから、当日は僕も竹村さんも行きますので、はい、ぜひ今日はぜひありがとうございました。ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。